こんにちは、ほなみです。あなたの夢や目標が最小限の力で最大限の力を発揮しながら軽やかに最短距離で叶っていくためのヒントをこちらの動画、チャンネルでお伝えしております。今日のテーマは、ここから激変する人の特徴ということで、たった一つの特徴をお話ししていきたいと思います。世の中がちょっとだけね、今落ち着いてきて明るい気持ちになっている方もすごく多いのかなというふうに感じてるんですが、あなたはどうでしょうか？私も最近引っ越しをしまして、ここ一軒家にね、住むことになったんですけど、もともとは東京のど真ん中、港区、そして六本木というところに住んでたんですけど、まあ、生活してる期間はわずか、半年弱ということで、今は静岡の田舎の方に戻ってまいりました。もう本当に空気も美味しくて、お水も綺麗で、空も綺麗で、最高に幸せだなっていうふうに感じてるわけなんですけど、もう本当ね、流れがどんどん変わっていってるなっていうのを感じるんですね。今のこの流れの中でいろんな方とお話をさせてね、いただいてて、どんどん現実が変わってる人と、ちょっと流れが、ゆっくりな方の違いっていうのも発見しました。それはまず何でできてるのか、もうたった一つ、これだけです。その前に、人生っていうのは何でできてると思いますか？あなたのほにゃららによってあなたの人生はできているっていう穴埋めをするとしたら、あなたは何を入れますか？はい、今日はこれについて話したいと思います。思い込み、思い込みでございます。あなたの思い込みによってあなたの人生はできているということです。どういうことかというと、生まれた環境によって入る情報っていろいろ違ったり、いろんなことを大人に言われて、それを信じてきて、あなたの人生っていうのはできてきてるわけですね。で、詳しくはこちらの大丈夫すべて思い通り、書籍の方にはっきりと書かせていただいているので、もう読んだ方ももう一回改めて見返してね、第一章です。第一章を見返していただきたいですし、まだの方はぜひ全国の書店でチェックしていただけたらと思うんですけども、思い込みでできてるわけですよ。例えば、ほなみって言うんですけど、私。ほなみちゃん、可愛いねってずっと生まれて育ってたら、あ、私って可愛い人間なんだなっていうふうに思い込むわけじゃないですか。でも、別の状況でね、まあ私が実際言われてたのが、まあそんなにずっとね、言われてたわけじゃないんですけど、まあ幼馴染のエリちゃんはバッチリ二人で可愛いから、あんたもうちょっと目大きかったら可愛かったわねみたいな感じで母親に言われてたのをすごく記憶に残ってて、ああ私目が小さいからあんま可愛くないんだなみたいなことを思ってたわけですよ。うん。でもこれも結局思い込みだと思いませんか？人それぞれ好きな体型とか好きなお顔の系統とかって全然違うじゃないですか。でもそれがそうだっていうふうに一回思ってしまうと、それが自分のもう現実かのように見えるわけですが、置かれている環境だったり、自分が信じたこと、思い込んだことによって、自分の人生っていうのは変わっていくわけですね。で、例えば、これからの生き方どうしようとか、どういうふうに働いていこうとか、まあいろんなね、皆さん人生のこう起点、ターニングポイントに来てるんじゃないかなっていうのをたくさんの方とお話ししてて思うんですけど、そういう時に例えば新しい環境に身を置きたいとか、例えば私だったら東京からね、静岡に今引っ越してきましたけど、まあそれを、いや、せっかくね、東京で、高いね、敷金、礼金払ってですよ。で、まあ、短期違約金もかかるわけですよ。半年しか住んでないんで。まあ、それも払ってね、引っ越すなんて、いや、これからあんまりね、お金手に入んなかったらどうしようとかさ、例えば、なんか、うまくいくんだろうかとかさ、静岡の田舎に戻って大丈夫かなとか、まあ、いろんなことって人って思うじゃないですか。特に新しい環境に身を置こうとか、新しいことをしようとか、新しいステージに行きたいって思った時って、どうしてもこうブレーキがいろいろかかると思うんですよ。でも、そのブレーキでさえも、思い込みでできてるっていうのを気づくと、だいぶ人生って変わるわけですね。いろんな現象に対して自分が、いや、これでもだってどうせって言って、自分はできない、これってこうだしな、結局こうだしな、私お金ないし、みたいないろんなこと出てくると思うんですけど、それって全部思い込みなんですよね。自分にはお金がないっていうふうに思うと、それでまあ可能性ってすぐ閉ざされたり、自分には能力なんてないとか、私はもう年だし無理だみたいなことを思ってたら、その通りに人生っていうのはなるわけですね。でも人それぞれ考えてることとか違うじゃないですか。同じ状況で同じような容姿の A さんと B さんがいたとしても、その二人の思い込みによってですよ。人生っていうのはめちゃくちゃ変わるわけですよね。
同じ年齢の方でさえもすごい80代90代でめちゃくちゃ生き生きされてる方とか iPad とか巧みに使われる方とか全然いるわけですよ今。まあ Zoom とかをね巧みに使ってセミナーに出たりとかっていう方もいて、でも方やいや私もう80代だしそんな機械とかいいわが言ってる方もいる。これっていうのは何が違うのかって言ったら、その方たちがどういう概念を持って生きてるかによるわけですよ。ということは、その概念でさえも結局自分が何を思い込み信じ込んでるかによって現実の見え方が変わるということは、まずですよ、自分の人生が全部思い込みでできてるんだっていうことに気づくだけでもめちゃくちゃ変わるっていうことです。だから何かをチャレンジして怖くなったりとか、そういうタイミングってね、もしかしたらこれからもあるかもしれない。だけどこれって全部自分の思い込みでできてるんだなっていうことに気づくだけで、あ、そうか、私これ思い込んでなっていうふうに思えてる人と、いやでもどうせ無理でしょうって言って思い込みさえも気づかずにずっとこういう狭いところの視点でね生きてる方とだったら全然可能性って違うじゃないですか。なのでぜひその思い込みっていうのに気づいて、その思い込みを自分で突破するっていうことですよね。例えば、いや私お金ないしと思っても、まずですよ、お金がないって言ったらお金がない現実が想像されるんですよ。詳しくはこちらで。そういうことなんですよ。お金がないっていう方は、でも結局ですよ、今 YouTube 見れてたりするし、家賃払えてたりするし、家賃を払えてなかったとしても水飲めてるとか水道がまだ出るとかね、いろんなねことがあるわけですよ。今例えば全然お金がないとしても、例えばさ、そこら辺の求人広告とか見てたらさ、いろんなバイトがあるとしたら、まあそれで行ったらお金手に入ったりとか、宝くじ行ったらそれで宝くじ当たったりとか、いろんな可能性が自分の周りには無限に実は広がってるんですよ。今私が言ったの以外でも。そこにお金がないって言って諦めた時点で、その可能性でさえも全部見えなくなるんですね。これが脳のラス機能ってやつですよ。もうそういう風に思ったら、そういう風な現実しか見えなくなるし、情報をキャッチできないように人間ってできてるんですよ。うまくできている。そうです。だから自分がどういう風に生きたいのか、どういう風にありたいのか、お金がないのが嫌だったらお金ない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 言ったらダメなんですよね。わかりますかね。まあ、この辺も他の動画たくさん見ていただいたら何となく分かってくるかなと思うんですけど、まあね、本当楽しいね人生ってって最近本当思うんですよね。なんか最近ね、まあこっちにまた引っ越して戻ってきて、まあ空も綺麗だし、お花もたくさん外で咲いてるし、なんかお花たちがね、のんびり穏やかな感じするんですよね。なんかそういうのをこう見てたら、ああ幸せだなって思うわけですよね。何の話だろう。よくわかんないんですけど、まあとりあえずそんな形で思い込みっていうのに気づいていただけたらなっていうふうに思います。もうシンプルイズベストですね。シンプルですよ、人生っていうのは。自分の思った通りにしかならない。だから自分不細工だと思ってたら自分が不細工みたいな現実化されるしさ、もう本当にこれいろんな面でもそうですよ。なんか自分が例えば今さ、何かに取り組んでてうまくいかない、うまくいかないって思ってたらうまくいかなくなるし、でも私はきっとうまくいくんだっていうふうに思ってたらうまくいくようになるわけですね。シンプルだね。ということで今日はそんな形で思い込みっていうことにまず気づくことで現実がどんどん変わっていくので、これからどんどんねそれに気づいていくとかなり人生生きやすく、めちゃめちゃまた軽やかに楽しくなるかなと思うので、ぜひそこもご一緒していきたいなと思います。でですね、私10月の27日ぐらいから YouTube をちょっと頑張って週4で上げたいって思ってるんですよ。でこれはよく私宣言して、できてないこともたくさんあるんで、まあ、一体本当に準備ができたら、メルマガの方で何曜日に YouTube 配信しますって言って、アナウンスさせていただきますので、まあ、ぜひ、通知受け取りたいなっていう方は、LINE に登録していただけたらと思います。説明欄から LINE に登録できますんで、潜在意識の無料オンラインセミナーっていうものを私お配りしてまして、その無料のセミナーね、さっきこういった本を読んでくださいねって言いましたけど、その辺わかりやすく動画のセミナーにしていますので、そちらに興味ある方も説明欄からね LINE に追加していただけたら、そのセミナーを受け取れるようになっていますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい。でこちらね、もう本当お家引っ越してきたんですけど、引っ越した次の日が私誕生日でして、もう本当に仲間たちがですねサプライズで誕生日やってくれて、もうめちゃ嬉しかったです。ハッピーバースデー見えますかね、まあ、こういうなんかこういうのちょっともう取れちゃいましたけど、こういうのをこうつけていただいて、これなんとうちの両親がサプライズで来てくれました。泣きましたね。号泣ですね。
嬉しかったです。お、なんかこう何風船とかもいっぱいあったりとか、こんな綺麗なお花もいただきました。どうもありがとうございます。他にもたくさんあるんですよ、こちらにね。はい、かわいい、ありがとうございます。本当に、まあ、こんな形で、幸せな日々を送らせていただいてます。いつも本当にありがとうございます。これからちょっとね、こちらの新居を使ってですね、結構広いんでいろんなことやりたいなと思ってて、あ、なんかインスタグラムのね、ちょっと投稿もやっていこうかなと思ってるんですけど、こういう見えますか、なんか色の、見えないな、これ色の何背景紙か、撮影のための背景紙みたいなのを買いまして、ちょっとここでいろんな可愛い撮影ができたら面白いなっていうふうに思ってたりとか、いろんなことをチャレンジしたいなと。あと、まあ車も来ますんで、今月末ぐらいには、まあ、その時にはちょっとドライブしつつ、海の近くに皆さんをお連れして、一緒にその空気を体感できたらと思ってます。で、インスタグラムの方でもですね、その辺リアルタイムに配信できたらと思ってます。で、ツイッターでもつぶやいてます。なんでインスタとツイッターもフォローしていただけるととっても嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。次の更新もちょっと10月の27ぐらいまでは不定期なんですけども、まあその時までに一回ライブ配信もしたいなっていうふうに思ってるんで、チャンネル登録と通知ボタンぜひ押していただけると通知が届きます。ぜひまたお会いできるのを楽しみにします。結構また去年か一昨年、去年ぐらいにやってた動画のこう上げ方っていうか、今までフリースタイルでのびのびこういう風にただ喋るだけでやってたんですけど、もうちょっと分かりやすい動画もお届けできたらなと思うんで、まあ半々ぐらいでね、ちょっとアップしていきたいなという風に思っております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ほなみでした。じゃあねー。